こんにちは、かいばしろです。この動画は再生できません。The movie, d 見てきましてですね。まず皆さん、この動画は再生できませんというシリーズを知っていますか結構ね、ここ1、2年で話題になっていたものなんですけれども、あの、加賀やさんってね、お笑いコンビの人たちいるじゃないですか。あの人たちが、まあ、メインで出てる、妙な映像が2人の元にね、送られてきて、 その映像がどれもおかしいんですよ。で、輝の二人が、この編集ソフトを駆使してね、Adobe のプレミアプロっていうのを使ってんだけど、こここういう編集がされてますよね。ここなんか不自然な編集ですよ。元々はこういう素材、映像素材だったんじゃないですかとか言って、解き明かしていく、いくと真相が見えてきて、あーららっていうタイプのね、あ、面白い、あは体験、 やったみたいな <laughs>、あの、シリーズがあったわけですよ。今、シーズン2まで配信されてるわけです。これがなんと、ザ・ムービーになるっつって、つい先日公開されたんですよ。監督が谷口浩平さんという方でですね。この人がもともと白石浩二さんって、ほら、あの、監督さんいるでしょ。あの人の元とかで、例えば、怖すぎシリーズとかで、助監とかやってた人で、だからフェイクドキュメンタリーに関しても、まあ、造形が深い。 各話がその驚き要素に満ち溢れてて面白いんですよ。その人がだから監督を今回もやってるわけです。自分でもうだからお話書いて。これがまたね、よかった。僕、全シリーズの中で一番トリックが好きかもしれない。知らない人に言っとくと、まあ、映画とは言うものの本当にコント色が強いから、出ている人たちがみんなこう、かなりデフォルメしているというか、あの、かなり喜怒哀楽をつこう、粒立てて表現してくれてるから、まあ、その辺はまあ、 あ、コント風なんだな、みたいなのは入れといた方がいいと思うんだけど、びっくりしちゃうからね。映画の感覚でね、見に行くとびっくりしちゃうと思うから、その、温度差の違いに。変なやつを演じるときはもう変なやつです、みたいな目の焦点合わせません、みたいな。もうあからさまな、ほんと粒立っててくれてる。デフォルメはガッチガチにしてくれてる。これぐらいつまり、ポップに、ライトにお話が進んでいくんだけれども、あの緩めの感じが、で、真相はちょっとゾッとするみたいなミステリーもある。 面白いでしょこの映画版から入っても大丈夫ではあるんですけど、そもそも前のシリーズがサブスクとかで配信されてるから、ためで短いしね、それも。試しにそれ見ちゃってもいいと思います。で、もっと言うと、そのシーズン2で明かされたとあるし、その謎があるんですよ。この加賀屋さん二人周りのを。それがこの、 ザ・ムービーでは冒頭で説明されちゃって、全部ネタ話されちゃうから、うん、まあくだらない内容なんですよ、それも。<laughs> それが良さだから、このシリーズの。くだらないのが。だけど、一応そういう、ある程度、輝の二人の人物に対、関するネタしがいきなりあるから、ちゃんと順を追って知りたいっていう人はシリーズ見た方がいいと思う。まあどうせすぐサクッと見,える見れるしね。 一応僕も今回の動画ではそれは伏せておきます。はい。今回もお話としてはね、この輝の二人が扮する、まず、エジリっていう、この人が動画の映像編集マンなんですよ。作品を作って、で、納品すると。ね、先方に。っていうお仕事をやっている人。そして、キトっていうですねオ、オカルトライターの人がいて、だから怖いもん書くよっていう人。 この二人がタッグ、タッグでですね、ホラー DVD のシリーズでガ,ガチコアシリーズみたいなの出してるんです。だから怖い映像、本当にあった、何々みたいな、映ってしまった、監視カメラ映ってしまった恐怖の映像とは、みたいな、あれでしょ。ああいうのを、もうなりわいにしてるような二人なんですけれども、その二人のもとに今回も、なんだかおかしな映像っていうのが届いていくわけですよ。 で、初めそれが関係ないかと思いきや、だんだん,ん関連性が見つかっていって、おやおや、みたいな感じ。じゃあそんな二人の間にやってきている、あの、どんな映像かっていうのを、一本目がね、とある映画の映像なんです。これが20年ぐらい前に撮られたんだろうね、みたいな映画なんですけれども、パッと見てみるとですね、 まず画角が4対3ぐらいのまああの時代のやつだと確かにまだ4対3の時代なのかなみたいな感じでこう見るでしょでお話の内容としては脚本を書いてるような紐男定職にはついてないような男が彼女の家でお世話になってて彼女はその男を支えてるみたいなだけれどもいつまでもその売れる様子はないしそんな脚本もしっかり書いてる様子もないしみたいな正直あまりうまくいってないわけですよなんか愛想尽かしちゃったりもして そんな二人がある時あの、流星群を見ようっていう話になっている時に、UFO みたいなものに出会ってしまうんですよ。そういうのに出会ってしまった結果、惨劇が起こってしまうよ、みたいな映画ね。 で、正直見ていても、この二人も言うんだけど、なんか全然よくわかんないなと、ストーリーが。なんか断片的でよくわかんないし、あれですよ、多分当時よく流行ってた世界系とか不条理系とかそういうやつです。観客を試すような映画って当時ね、流行ってたんですよ、みたいな感じです。で、え、毎度その映像の中には何かが隠されている。この映像の場合には、 4対3のまず画角だと。スタンダードサイズ。今だと16対9つって、ワイドのこれ。当時20年前つっても別にワイドサイズ、16対9で撮ってた映画もあったはずだよなと。で、この映画を見てたら、どうやらワイドサイズで撮ってたんじゃないかっていう考察に入るのね。なんでかっていうと、不自然にこの両サイドが切られているような跡がある。で、何かつまり、 この映画を最初に撮った人は16対9で撮ってたんだけれども後に隠したいことがあって4対3の画角に再編集したのではないかとそうまさにその通りなんだけれども例えば全部は言わないけど例えばよこの4対3の外に映っていた映像として窓の外側からとある 誰かさんが飛び降りちゃってる映像みたいなのがこの映画の中に映り込んじゃってる。これを消したとか他にもいっぱい消してるんだけど、そういうのを隠したかったんじゃないか。まずこれが一本目の映像です。で、この辺でですね、この江尻くんっていう人が何とは言わないけど、全シーズンでもう幽霊が映像には映らないことを知っちゃったんですよ。理解しちゃったんです。とあることが起きて、幽霊って、あ、 映像に映らないんだなーっていうのを、エジ君この時点でもう噛み締めちゃってるから、冷めながらこういう映像を見てるんですよね。もうどうせ幽霊映んないんで、みたいな。<laughs> なんか、夢、夢、崩れ果てた男の、なんか死んだ目でこう、見てて、それもまた味わい深くてね、可愛らしいんですけど。お話が進んでいって今度は、ユーチューバーあの、世直し系ユーチューバーとかってね、今いてね。果たして、お前、お前がいなくなることが、 本当の世直しなのではと思うようなね、活動されてる人もいますが、<laughs> お前が消えれば、みたいなね。そういう世直し系の YouTuber が生配信している様子の今度は映像ですよ。何かって言ったら、なんだっけ、パープロおばさんみたいな。地域の変な人ってさ、あの、変わり者っているじゃないですか。西新宿のーー人とか。僕もめっちゃ絡まれたことあるけど。そういうので、パープロおばさんっていうのがいるんだと。な、どんな人かっていうと、パープあの、 パープルおばさんっていう呼び名だったか忘れちゃったけど、とにかく紫の服、衣服に身を包んで、だ、おばさんがそこら辺徘徊してて、何かあるたびに突っかかってくるんだって。何見てんだよ近寄んなよもうすぐにもう突っかかってくるような、その地域の名物おばさんがいて、そんな人迷惑だから、俺たちで捕まえちゃおうぜっていう生配信をしてるんです、この人たちは。それで、とある廃墟ビルに、 二人は潜入するパープルおばさんがいるであろうという。あなんだけれども、ここで事故が起きてしまうんですよね。生配,配信中に。これ自体も、まあその事故自体があって大炎上しちゃうんだけれども、それ以外に映像の中に例えば、なぜかカメラにしか映らない赤い人玉のようなものが見えるとか、YouTuber のメンバーのうちの一人とか、あと視聴者の中にも何人か、 イオンが聞こえると、うわあやばい、なんか、うわ変な音で聞こえるやばい、みたいな。聞こえるっていうやつがいたり、聞こえないっていうやつが視聴者にもいてさ、お前らこれ集団心理だから、どうせ聞こえるって思思ってるだけだろ、うみたいなね。生やしたてるようなやつもいると。これとかも赤外線とかモスキートーンとかでも、早々に種としてはわかるんだけれども、じゃあそれがなんで聞こえたのなんで赤外線あったのその先があるわけですよ。 編集の中に隠された真実。これが二つ目でしょえー、三つ目が、あの、キサラズかなでのロケ番組の映像なんですよ。うん。まっ昼間からやってるオカルト番組みたいな撮ろうっつって。えー、まっ昼間からそんな怖い話して、怖くなるんですかねってなりますよみたいな。演者の人がね。あ、アキラ100%とか。あと、あの、桃月なしこさんかなあの、 のモデルさんかな、うん、えー、とあの怪談師の人と3人で木更津の町を真っ昼間からロケしながらちょっと試しに怖い話してみましょうみたいなね面白い番組やってんですそれでみんなで町の中歩いてるんですけれども背後にですね「おやおや」と「あれパープルおばさんみたいな人見えない?」ってパープルおばさんってさあのそのさっき言った迷惑ね名物おばさんのこと。 あれなんでパープロおばさんらしき人がいるのってああ。ここだ、ここまで言おうか。ここまでにしようか。つ、う、な、ん、<laughs> が、それこうやってだからつまりつながっていくの。関係ないと思われていた映像がつながっていって、ね、他にも何個か映像があったりとか、劇パートがあるんだけど、つながっていって、す、え、べ、ー、てが明らかになるっていうね。つなげ方の、だからこ最初にも言ったけど、僕はもう一番好きかも。編集。 毎回ね、この編集ソフトを駆使して、この二人、輝の二人が真相を解き明かすんですよね。あ、ほら、やっぱりこの映像おかしいじゃないですか。あの、16対9が4対3にクロップされてるとか、ここ変な不自然なカット、切り目があります。編集でいろいろ変えられてるんですよ。これが醍醐味。普通のミステリー作品にはない醍醐味。編集ソフトを駆使するっていう。 すごくこの現代的 SNS 時代ならではのアプローチ。誰もが編集ができる。この時代の。が、僕は一番このシリーズ、この動画を再生できませんシリーズの中で一番ツボだった。今日はこの動画を再生できませんの回でございました。ザ・ムービーでした。バイバーイ。